一旦止めて。大丈夫ですか？ちょっと休みましょう。大丈夫。次の取材、これ軸にする。で、奥にその問題をあぶり出す。根も葉もない噂流されてね。誰が本当の加害者か。報道が殺したんですよ。台本にこんなのなかったじゃん。報道が殺したんですよと奪われましたカット。80点以上じゃなきゃドーナツ抜きな。メイ、私ゆっこ、よろしく。どうしたの？私になんか言うことない？放送は無理。そんなんで納得できるかよ。あいつ信じんなよ、すぐ嘘つくから。すいません。根本的な解決じゃないよね。なんか言ってませんでした？どっち側なんだよ。側って何？木下、木下。